さあこんばんは、山城と申します。さあ久しぶりにカメラ回してますけどね、まあただ今回サブちゃん用なんでそんなに勢いよとも始めませんけど、ちょっと車があったと、まあどこにおるかというと三重県四日市市の地着町か、地着町の四日市西運局のすぐ近くのトスモ石油ですね。まあ今給油をしてきまして、今からは出かけようかなというわけでございます。で、どこに行くのかというとね、今日はね、ちょっとね、京都に行きます。野暮用で、ちょっと京都に用事があるんで、本当はね、鉄道で行って、ちょっとね、ぶらりと、日帰り、まあ、ちらっと、京都のジュロジュロと寄って、まあ、用事も済ませてっていうつもりで行こうかなとも思ったんですけどね、いかんせんね、暑いのよ。バカみたいに暑くてさ、これは、この後もなんか37とかまで上がるとかってね、出てきてるんで、ちょっと辛いかなということで、車で行こうかなという次第でございます。もしかしたら、亀山までにしといて、亀山からあれにするかもしれませんけどね。だから高速乗ったらあれかな。今回はそう、出かけるので、まあ、ついでに回すのかっていうのと、目的が、このカメラのちょっと試運転。カメラを別に買い替えたわけじゃないですけど、ちょっとね、いろいろと設定をいじりまして、果たしてこの設定で、しっかりと撮れるのかっていうのをね、ちょっと試してみたいなというところでございます。まあ、簡単に言うと、記録の方式とか、スマートフォンの、やつの、品質関連のところをちょっといじったということでございますね、設定を。で、どうなるのかなっていうのね。いきなりぶつけてね、本物の、ソンキャンドリみたいなデータでも言われたんですけど。まあ、さすがに最近なんか、近況報告とかもなってきてなかったし。っていうことでいくとね、またメインで撮ったやつになってくると、放送で使うのが、今だって編集してるのが、今これ2024年の7月なんですけど、今上げてるのが2023年の8月に映ってるやつですからね。まああれはちょっとノート知識のね、やつがあったインスタが出会いで、伸びてたっていうのもありますけど、っていうような感じなんで、なかなかね、近況の新しいことを選択を伝えるっていうのがね、難しくなってるっていうのがね、現状でありまして、これね、まあまあ問題でしてね、やはりね、そこ、操作の高い動画の方がね、やっぱり YouTube チャンネルですら伸びるんですよね。ですので、そういうところだと、直近だとやっぱり伸びてるのが、名古屋お出かけパスの、使った企画じゃなくて、こんな切符が出ましたよっていうふうに紹介した動画ですね。あっせ、おかげさまでなんかね、ずっと伸びてます。っていうのもね、どうもやっぱしあれ、早めに打ってのが良かったらしくて、大手さん、まあ、大手のね、鉄道系 YouTuber さんとかが、こう取り扱いをする前にね、切符の購入方法とかをチュートリアルで、ね、実際に買って、で、こういうふうにして発見できますよっていうのをやったとか、結構、好評だったみたいでね、伸びてたりするんですよね。なんですけど、なかなかね、そういう動画に特化しようと思うにはね、ちょっと、なんていうんですか、させる方法あります。簡単に言うと、今みたいな毎日投稿とか全部やめて、なんかネタを見つけた時にすぐに受けるような、いわゆる、まあ、うちの主人も結構その形に近かったのかな、とか、ショートが始めた時もその形に近かったんですけど、そこのね、そういったのをできるように、ネタができたらパッと撮って、それこそ、びっくりしましたけど、昔なんて、本当に、撮影して、アップロード、撮影からアップロードまでの期間が、もうね、短い時だと、ほんと、その日のうちとか、そんなんで全然ありましたんでね。そういうところは、これ、同時なんですね、今まで1年以上空いてしまったりとかするっていうのがね、ちょっとね、状況としてはね、なんとかしないとな、というところではあるんですけど、なんとかしないとな、よりも、それ以上に、結局、安定した供給をするためには安定した所がいるよっていうところでね。
全然スピード乗らない。エアコンするだけだとやっぱスピード乗らないですよね。そうっていうところでね、どうしたもんかなっていうところで、まあ結局うちのチャンネルとしてはやはり安定供給、大量供給、安定してた大量供給を仕事をしながらですね、サステナブルに続ける方法っていうので、まあ今ね8月、この投稿もそのぐらい8月以降には何でしょう。で、次の日をやるな。いや、これ8月に差し込もう。100本動画のどっかに差し込むぞ。うん。8月の28日って、実は、今の段階ではまだ計画段階であり、本当にできてるかどうかわからないですけど、8月28日、実は、動画投稿が開始の15周年なんですよね。ということで、15周年記念ということで、1日100本動画投稿チャレンジっていうのをね、今企画していまして、うん。実際に今40本ぐらいまで作ってるんです。たぶんまだ60本作らないといけないんでね。果たして、70本、80本ぐらい作れていたらね、もう企画として出しますよって、まあ見込みで20本ぐらいだったらね、それぐらい、もう80本作ってたら20本だったらね、まあさすがに作れるところができるって目処を持ったんですけど、今のところまだ40本ぐらいなんで、40本にメイン動画を上げてるから、40本ぐらいか、まあ、とはいえね、まあ、55本ぐらい作らないといけない。ってなるとね、なかなか大変ですからね。ちょっと、まだ発表難しいかな、というところなんですね。というのもあって、実は、今回は間でね、その車で来ないといけない、途中でいろいろ配布とかできるんで、それをね、またショート動画で使うの。最近やってる山田だ、YMDD ってね、やってますけど、山田だっていうね、あれで、使えるように。あれだとね、その配布し方がね、まとめ、途中で配布してとかね、これ全然できるんで、それで、ね、ちょっと本数を稼いでね、100本いったろうやないかという、ね、計画でございます。そう、なんで、それも間に多分、100本動画できとれば、その間に絶対このシリーズが、心で撮ったやつが入ってると思う。っていう感じなんですけどね、さあ、果たしてどうなりますことやらってことなんですけど、とりあえずね、最初に聞いたのはね、先にもうガソリン入れといたんですよ。真っ昼から、40度近い中でね、ガソリンとか入れたくねえ、ということで、先にもうガソリン入れてきたんですけど、なんとね、今日ね、そう、コスモス企業さん、なんとね、特売で155円だったんですよ、リッター。安っ！リッター155円ありがたいですね。今だって、165円とか、セットでも165円とかね、四日市でも比較的それぐらいの値段ですので、ね、どうなの？他のちょっとね、お値段がね、そんな、安くないよというところだったら、もっとね、かかるでしょうし。まあ、今日とかに行きますね、なんと。本当ですか、いろいろと、パンメロイデとかも考えたんですけど、とはいえね、暑いですからね。なんで、どうやって攻略していこうかなって、うん、ってみても。まあ、そら、今回のサブチャンネルね、もう、しゃべってなかったから、いつかというか、お前、それで、走行指標的なね、そういった動画でもないですからね。もうすぐ駐車場になってるんですね。そんなことねえよ。別になんか、飲食店とかがあるわけじゃなくて、本当ゴミ箱とトイレがあるだけぐらいの感じですね。まあ、ちなみに今日、熱帯学で2リットルのペットボトル凍らせて持ってきてますけどね。まあ、新名、新名行きますか。あ、ちなみに、別に野暮用って言ってましたけど、野暮用の内容、別にしゃべりや内容じゃないんで、言っちゃっておきますとね、イコカスね、イコカのね、ちょっと更新手続きやりますよっていうの、これはね、ちょっと京都でね、ないとできないもんで、京都でやります。なんで京都やねんって、別に、近鉄の駅でもイコカやっとるし、あれでしょっと言う。って思うかもしれませんけど、あれのやつなんですよ、今回、その、続きしたのが。イコカ自体は、実は、その、どっかで言ってるから、
実はね、一回カードがね、行こうか、キップス行こうかってやつ買ってるんですよ。近鉄の百貨店とかで、ね、いろいろと優遇ができますよっていう、行こうかカードを使ってたんですね。で、その行こうかカードを使ってるんですけど、実はその行こうかカードが、割れちゃったんですよね。っていうのも、もうだいぶ長いこと使ってましたし、まあいろいろなところで使ってましたからね、さすがにちょっと耐用年数というか、ちょっとね、入れ物が柔らかい入れ物に入れとってきてもらったんで、多分そういうとこもあると思うんですけど、割れちゃったんですよね。で、割れたのを、再発行、してもらったんですよ。カード再発行して、では、新しいカードにそのデータを移行しますよっていう手続きをやったんですけど、ウェスターの、ポイント情報と、この、京都市でやってるやつの萌えポンっていうやつ。これはね、その自動で、カードが、こっちのカードの情報に移行しましたよっていうか、なんか移行ができないんですよ。で、ウェスターはオンラインでできるんですけど、この京都市のやつは、京都市民向けのやつなんで、オンラインでどうもその変更手続きができなくて、まあ、最寄り駅に来てくださいよっていう、まあ、京都市民向けのね、もともとサービスなんで、別に非常に来て、ね、駅でできますんで、それで問題ないでしょうということで、ね、そうなってるんですけど、それの手続きだけでそうだろう、しとかないと。何かしらでね、京都に行くだろうと思ってたんでね、その時にやっときゃいいやと思ったんですけど、何かしらちょっと用事がうまくできなくて、久しぶりにちょっと京都に遊びに行きたいなと思ったんで、本当はね、電車でぶらっと行って、ぴらっとね、日帰り、簡単な日帰り旅行にしようかなと思ったんですけど、こっちから正直、楽っちゃ楽ですよ。運転しなくていいね、楽っちゃ楽なんですけど、とはいえね、鶴見はね、あれだったんですよね。あまりにも暑すぎる。ちょっと道中の移動とかも、もう37度とか当たり前ですからね。怖いなぁ。今年ほんと暑い。ということで、さすがに、電車の中だったら涼しいんだけど、待ち合わせとかね、途中の移動とかでね、本当に、大変ちょっと仕事でいろいろ体力使いまくってるんで、ね、本当にダウンしかねえということでね、ひとまず車で行こうと思います。で、まあ、道中でその、体育とかしたいっていうのを、プラン的にはね、あったんで、そうだな、それすれば、動画のネタも増えるし、ええんちゃうかなということで。なので、まだ遊びしも取ってないですからね。まずは土屋まで。あ、それ帽子もね、買いたいんだ。あのね、実はね、今持ってる帽子がね、そのプライベートの帽子が、黒系ばっかしなんですよ。でね、これがどうもやっぱしね、鉄持っちゃうんでね、白系の帽子欲しいなぁと。服系全部黒で揃えてるんで、帽子も必然的に黒が、系が多かったんですけど、この前、シュバだってね、シュマちゃんのグッズを買ったんですけど、あれもね、帽子ついてきたんですけど、帽子がね、黒なんでね、これちょっと夏は暑いなと。で、なんか試合見たら、黒系のやつか、白系のやつかね、なんか、実際、吸収する熱の温度が、温度。ブリブリにパワーが出る。ああ。なんかえらいまた大工ちゃんってですね。一時的にこういう変則あれにしてるんですね。ここだねー。とはいえね、エアコン切るの一気にとんでもにあったりなりますからね。ああ。さあ、すぐコンペルだ。何の話ですか、今。帽子か。そうそうそう。帽子、集計の帽子ね。まあ、京都行ったらなんか、おしゃれな帽子の人とか売ってるんじゃん。結構、個人観光客向けみたいな。なんか、すげえの売ってそうだけど。あえてそういうので行くっていうのも手ですけど、
そっちの系の文字なんでも多いんだろうと思ったあれか、いろいろ使ってる中にそのカンコレ系とかでね、特にカンコレよくやっとった時は軍艦の系のね帽子とかも買ってましたけど、あの系は基本黒ですしね、そういえば、うん、そういうのもあってことが多いから、外見見たら感じでしたね。で、そう、白の帽子だとだいぶ5度くらい変わるのかな、温度が。ということなんで、まあ、大きいですよね。熱返しますもんね。ということなんでね、よし、じゃあ買ってみようかな、と思う。どこに行くかですね。一気で買っといたら、道中使えるか。もう、土屋もサービスエリアに行ってたんだから、買っちゃうもん。それか、別に。朝一で、京都に行く必要ないで、夕方の6時までに行けば、その、窓口が開いてるんで、うん、どこで行こうかなと思うんですけど、京都駅にもあるんですよね、駐車場が高くなっちゃうじゃないですか。なんでね、もう、バカ、混むと思うんで、京都の時はあんまり混まなくて、どっかちょっと郊外のところでね、車止めて、そこからパーカーのライドで、ね、行って、山本線乗りってのも手だけどな、京阪の。それでもいいな。だったらもう、いっそのこと、結構早々に降りてもいいのかもしれない。いろいろと考えが巡るところですな。どうしましょうね。まあ、サブタンだから考えて出てるのもあるけど。そう、本当は一般有料道路完全走破、どっかでやろうかなと思ったんですけど、京都って本当にいなくてね、うん。有料のそういう一般有料道路みたいになってるところがあって、うん、京都中間道とかぐらいで、あと、京奈道の一部にあるらしいんですけど、うん。それぐらいらしいんですよね。13キロなんで、と言われてきますね。どうしよう、土屋まで降りるか、港南まで行っちゃおうかな。あんまり港南のところで飲み食いしたことはないですもんね。ちょっと港南まで行ってみますか。じゃあ、港南行ってみたい。朝8時だと、何も空いてないですしね、出店も。港南行ったところで20分ぐらい着いちゃうと思いますけど。見逃せない。いや、しかし、あれですよ。でも、本当に日中、今年暑い。暑い暑いような話ばかしてですけど、いや、本当に暑くてね、参ってるんですよね。いやだって、もう最近、仕事中だけで 3.5 リットルとか普通に飲みますし、水をね、もう2リットルのやつを凍らしてくるんで、昼休憩までに溶けきっちゃいますもんね。すごいもんね。ひどいと本当に溶けきっちゃってもね。で、今、だから冷凍庫の冷凍が間に合わないですもんね。水2リットルって一晩で凍るわけじゃないんで。もうね、ストック指定してあるんですけど、それがね、本当に、土日挟んとればね、余裕で全部固まるんですけど、間はね、やはりね、なかなか難しくてね、大変なんですよ、これが。さあ、ということで、食べてきましたけどね、もう中の、食堂もね、土屋からかな、空いてるってことだったんでね。フルメニューで食べれたんで、ラーメン食べてきました。なんか、甲賀流、忍術黒ラーメンだったっけ？忍術焦がし黒醤油ラーメンってのが出てきまして、950円でね、チャーシューもでかいの2枚乗っておるし、美味しい、やつでございまして、よかったよかったということで。なんか、ここね、定食がね、味噌汁と茶、ご飯がね、2回お代わり無料みたいなね、サービスもやってるってことなんで、ええー、よかったですね。そう、どっちかっていうと立川じゃなくて、あっちの、サービスエリアの方ね、寄りがちなんですけど、こっちの方もね、こういうサービスあるんですね。これ多分ね、下りの方にはあるんで、上りは多分ね、何もなかったのかな、もしかしたら。
っていう感じなんでね、いいところで4人というところでございます。美味しくいただきまして。ということでですね、じゃあこっからどうしようかなと思ったんですけど、いろいろ調べたら、まあ多分、京都の中も夏休みやからすっげえ混むと思うじゃないですか。ちょっとずらしてね、どうせその、交換できるところであればどこでもいいんでっていうふうに思ったんですけど、調べておったら、どうも山科の駅でもできるらしいんですよ。うん。定期券の発売所があって、そこが、対応してるらしいんで、じゃあ、そこ寄ってみようかなと。いうわけでございますね。そう。じゃあどうしようかなと思ったら、じゃあ山科だったら、ちょうど浜尾線で行けるじゃないですか、京阪の。で、あそこ よく構造が分かってないんですけど、なんか地下鉄と直通運転なんだけど、なんか駅が分かれてるみたいな、なんかよく分からん話になってるんですよね。なんで、金運などで、ちょっと電車で行くのに、浜尾津まで車で行って、浜尾津でパーク&ライドすれば、駐車場も安いんで、で、日中を京都のちょっと涼しめるところでどっか過ごして観光して観光というか涼しみ、がてな、な感じで、地下鉄メインでね移動せば多少涼しいでしょう、っていうような感じで組んでいこうかなと思います。さあそうすれば行こうって涼しみしたらすぐにその24時間券が使えるんであれば24時間のやつに停止しちゃって入ってもらって、まあ別に24時間つけと使ってもいいし、あとあれですね、一回ちょっとあれを使ってみたいのもありますね。京都駅の方に、なんか特急バスっていうのができたんですよね。で、それがね、どうも、京都市美術館とか行くのにもいいみたいなんですよ。銀閣寺とか、どこだったっけ、清水寺とかあっちの方行くのに、便利な感じで作ってありますよっていうので、結局やっぱ観光の人たちが多すぎるんで、市バスのね、その輸送力問題みたいなのが出たんで、もうだったら観光客向けにそのやつで、作ってしまってっていうような感じで、分けること言って地元の足を確保しようみたいな、試みらしいです。なのでね、ちょっと使ってみたいし、この前行った時に気づいたと思うんですけど、駅からだと、駅から美術館ってまあまああったじゃないですか。これがね、どうもね、美術館の真ん前に作るシーンで、便利そうなんでね、ちょっと使ってみたいなという思惑があります。ちょっとそれも紹介がてらね、できたらいいな。よし。そのあたりはちょっとこちらに入れておきましょう。なんで行きはとりあえず山科まで入れるだろう。で、そのまま24時間券が使えるのであればそのままにしてもいいし、まあ要は市営地下鉄のエリアをフルで使えるんですが、それだと市営地下鉄の外のところも入ってなんで、ちょうどいい感じになるのかなという気がするんで、で、大津だったらどこで降りたらいいですね。一回名神には入っちゃった方がいいのか、調べてから走り出したらよかったね。まあ、そんな感じでプラッと行ってみましょう。あれだったらそのエクスプレスのやつだけチラッと別の利用に取っちゃってもいいかもしれんな。うん。まあ、試運転なんでこれがちゃんと編集で作れる動画になってるかどうかなんですけどね。動画データが。うん。まあ、多分大丈夫だと思いますけどね。うん、ちなみに、何を書いたかというと、出力形式を FQ4 のタイプから、MP4 のタイプに変えるっていうのをやってます。まあ、わからない人は聞きながら聞いてくれたらいいんですけど、今まで出力形式はそのビデオカメラ向けの出力形式のやつでやっておって、これを MP4 の、いわゆる動画とかでね、普段よく使う形式の方でもう出力をかけてしまっていた。で、今まで別にそこいじってなかったんですけど、最近ですね、ちょっと問題が出てきまして、パワーディレクターがアップデートがかかったんですよね。で、アップデートがかかって、今までだったら、HD 画質のやつだったら全部レンダリングがかかっ、プレミアムレンダリングが、かかっていたのが、かからなくなったんですよね。まあ結局、別に、ウルトラ HD、だから 4K とかそういうようなやつだったら落として処分やった方がいいでしょうけどっていう
ことになったんですけど、今ではそのよりも低いやつでもなんかデビラリングを使ってたから、かからずにできるとかですね。あの結局そのレンダリングをかけるとその時間があのレンダリングとかにかかる要は設定時間がかかってしまう、その分サクサクとあの重たいやつでも、サクサクができますよなんだけど、もうパソコンのスペックが上がってきてるし、それぐらいのやつをいちいちレンダリングをかける時間がもったいない人の方が多いよねっていうような感じで、連絡がかからないようになったんですけど、そうしたら、MK のそのビデオカメラ向けのその、出力のやつ、SBK やつ、あれでやっちゃうとですね、すごくラグができるんですよ。その、見てる画面と、プレビュー画面と、実際の動画のラグができてしまって、なんかモザイクのかかりとかそういうのが、なんかずれてしまったりとか、そういうのがね、あってね、調整がすげえ難しくなってしまったんで、このアプリを予測しておいて、みたいな感じで、ね、やらないといけなくなったんで、じゃあ、レンダリングをかければいいじゃないかな。レンダリングかけると、これね、今までは裏で勝手にレンダリングしてくれてたの、レンダリングっていう作業だけで40分ぐらい、待ち時間ができてしまうって言って、しかもそれ、一回保存して終了すると、なんかね、消えちゃうんですよ。前まで消えなかったんですけど、なんかね、さっき、昔のレンダリングによって、多分バックアップ前とか、なんか、保存がするみたいな感じだったんですよね。それがね、やめれちゃってね、これが結果的に今の環境だと非常にちょっと編集が失礼なということで、ゴートドクとどうしたものかなということでね、まあ今開けてやったら実は対策をしているんですけど、要はコーデック変換っていうのをやって MP4 のファイルに素材ファイルを変換して、一応変換作業を挟んで、それをまた編集やって出力するような MP4 完成品を作りますよっていうような感じでやってると、まあまあめんどくさいね。直接じゃあ MP4 でできてないのかなと思って調べてたら、どうもできるよって書いてあったんでやってみたんですけど、ただこれだと結構リスクもあって、再現性が低い。例えばこれを途中に、なんか外で撮ってるじゃないですか。なんか、衝撃とかが加わって急に物理的にバッテリーがボトンと外れましたとかで、ね、強制終了しちゃいました。言ったような場合、MP4 って確か、その途中前に取ったデータが全部消えちゃいやすいんですよね。うん。それの、途中までのデータを復元するのはすごく難しい。なんですけど、その MKV の模式だと、基本的にそこでブツンと切れても、そこまでの、スケールな瞬間までの動画データって基本なんか残るような感じになるんですよ。再現性が高いっていう、そういうの。なんか切れた後に、あ、ごめんごめん、ここまでやったわーって、普通はその、これ切りますよ、ピー、はい、ここまでのデータになりましたよっていうことで、はい、ファイルができましたっていうような処理をするんですけど、それができなくなってたとかで、ピーっていうのが急にブツンと消えてしまった時に、MP4 だと、あ、ここまでデータやってると、いやいや、どれよ、どれよってなって、なんか、データがうまくこう、全部、いやいや、どこまでかわからんか、もう全部使えねえ、イエイって感じになってるのが MP4 だと。圧縮とかをよくやってるっていう兼ね合いなのかな、よくわからないですけど。で、それに対して、その MKV だと、あ、ごめんごめん、ここまでやったわって言って、後から言って、あ、ここまで入ようってやってくれるっていう機能があって。うん。なんで、ビデオカメラとかにはこっちの方で使われることが多いんですよね。なので、それをやってるとあれなんですけど、うん。そういう感じがね、今までそっちにしてたんですけど、それがね、そういうようなちょっと具合でね。で、だからこれでできたデータがちゃんとその便秘できるかどうかわからないですけど、でも MP4 なら多分保管性高くできる、このラグができないようになるはずなんだけどなという読みで、とりあえず作ってみようっていうので今回言ってるのは、で、そっちがダメなんだったら、もう、ね、MPAB の方が、その途中でね、データの復元ができなくなっちゃう恐れがあるんで、こっちの場合、ちょっと怖いんで。うん。一緒なんだったら、MPAB に戻ってしまえばいいし、ね、あれです。あと、ちなみに、MP4 で、生活中の、やつで、ATD 画質で、一応設定をしてやってるんですけど、
5M でもやってくれるらしいんですけど、5M 一応試さずにやってるの。あれどうなんでしょうね、iFrame だとなんか、なんか動作環境によってなんかうまいことできなくなることがあるみたいな話を聞いたことあるんで、圧縮すっげえしまくるような感じのイメージなんで、家族はできるんですけどっていうことなんで、まあ別に容量はね、正直そこまでメモリカードも、ね、いくらでも持ってますから、そこはそんなに問わなくていいのかなと思ってるので、HD 画質なんでそもそも使うのも、これでも10時間取れますからね。連続で、その10時間取れるカードを6枚も8枚近く持ってるわけですから、まあ余裕ですよね。なんでね、大丈夫だと思うんですけど、さあどうなることだなというでございます。ちなみに、どうせ止めれるんだったら日中とかで、ね、車熱くならないところの方がいいな、っていうぐらい、どうせ思うぐらいには捨てたわけですからね。オープンターってあったっけ？確かあったよな。ちょっと市街地から離れてたんだけど、そっちの方から行くのもあるかな。あ、ちなみにその乗ろうとしてる駅は、なんだろう、琵琶湖浜大津駅でしたっけ？え、あそこから乗ったかなと思いますけどね。ちょっとなんか、この前車でね、ちらっと通りましたけど、琵琶湖大橋のね、動画で。あ、でももうこれね、大津市なんだ。うん。大津は15キロって出てるけど、ちげえな。案外すぐ近くなる。あ、でもあれはサービスエリアか。大津はサービスエリアですか。大津のサービスエリアって言ったら、あれですよね、なんか琵琶湖カレー食べたとかね、あれ確かに2000サーティぐらい行ってましたもんね。こっちにしては優秀だ。あと BGM とかを、ね、パリをね、ガラッと変えてみた、いいお子作でしたけど。あと、うちもでもね、今度、この道具が出る頃のやつにはもう変わってるのかな。BGM をちょっとね、新しいのをいろいろと入れてみようというところなんでね、ちょっと久しぶりのオーディオライブラリーはありましてね、ちょっと使えそうなのを増やしました。その、なんて言うかな、前はね、比較的音楽を途中でフェードアウトさせて、フェードアウトさせてって感じで、ピタピタと埋めてたんですけど、それ意味は自然な感じでね、フルコーラス使い切って使い切ってっていう感じで、できるといいよねっていうのがあって。で、その使い分けをするには何をしておくといいのかっていうと、あれですよ。その、いろんな長さの曲の長さで、その、秒単位でね、いろんな長さで、だいたい2分、うちのところだと2分台から3分台の、BTM のやつが多いんですけど、それをこう組み合わせて撮ってるんですよね。ただ例えば1分台、1分30秒台とかのやつがずらーっとあると、その入りの上でいろいろと、使える枠のやつもできますし、それがね、1秒単位とかでね、1曲ずつぐらいポンポンポンってあると、その間の秒数によってうまくこう、ね、合わせて、することができるんで、ちょっとそういったようなね、ようなに、だからあと探すのと結構ね、やっぱし、新しいとコンテンツも増えとったり、久しぶりに聞いてみたらね、オーディオライブラリー聞いてみたら、これはね、オーディオライブラリーって何なのというと、YouTube を、無料でもいいです。プレミアム会員になってなくてもいいです。YouTube をね、アカウント持ってるんですと。ログインしてみてる方なら、誰でも一応、そのオーディオライブラリーというものを聞くことができる。ああ、でも、スマホ無理か。スマホは無理だ。パソコンでないと無理だ。なんですけど、スマホでもそのオーディオライブラリーに入ってる楽曲を聞くことができる。できるんですけど、例えば、うちのこの、あ、この動画サブチャンだからつけてないか。つける。なんかつける。今、ピアって流してます。スピードでいくと言い始めた。流れてるんだな。この例えば曲を流してると、実は自動的にね、判定してね、多分ね、BGM こんな楽曲使ってますっていうのが概要欄のところに出てくると思うんですよ。
スマホだと出てこないかもしれない。だったらごめんなさいですけど。で、その、概要欄に入っているやつを、その、クリックすると、その、聞けるやつが、オーディオライブラリーのとこなんですけど、そこから聞けるような感じで、その、こういう曲が使えてますよっていうのが聞けるようになってるんですけど、実はですね、じゃあこの楽曲が、こういう楽曲がありますよっていうのを知るの、どうやってそのクリエイターさんが知るのかっていうと、YouTube スタジオにオーディオライブラリーっていうコンテンツがあるんですよ。で、この YouTube スタジオっていうのはアカウントさえ持っていれば誰でもこれ、いけるんで、持ってるんですよね、全部。その YouTube スタジオっていうスタジオっていうやつを開いたら多分見たことないから何もし、動画も投稿した動画の一覧みたいなのも出てこないかもしれませんけど、そんな人でもね、オーディオライブラリを見れるっちゅう。そんな、これから始める人にね、ぜひこのオーディオライブラリ使ってくださいっていうのが公開してるわけなんでね、アカウント持ってる人が全員これが見れるんですね。で、それをね、見てみるとですね、ざっと多分400曲くらいもう、いいよ、あるのかな、うん、っていう、音楽のフリー BGM がいろいろ入ってます。これは、その YouTube で収益化の動画だとか何だろうが自由に使っていいですよ。この音楽を使ってて著作権で音楽にかかりましてって言ってなりませんよっていう、音楽がスタッと公開されてる。これがね、結構コンテンツが増えていて、結構毎月更新されるんですけど、毎月20曲くらい増えてるってな、月によるな。なんかリストであんまり曲数増えないな、この前は。いきなし20曲、30曲くらい。クリエイターさんが一斉に登録するのかなっていうのでね、同じクリエイターさんが自分の楽曲全部登録しちゃったーっていうのをドーンと増えたりするんで、そうするといろんな新曲があるんで、それをね、いろいろと聞いてみて、あ、うちのチャンネルで使えそうやなっていうやつ。まあ、いろんなやつがあります。それこそね、ボーカルの乗った、洋楽の曲とか書いてますし、うちのところだとね、どうしてもトークメインなんで、トークだと、それだとトークとかトークでかぶってしまうので、音がかぶってしまうんで、これなるべく、クラシック系だとか、カントリー系っていう呼ばれるようなね、いわゆる、クラシックギター、アコースティックギターの音とかが、メインになってくれると、よくなりますけどね。トークだったらそんなに離れてないはずなんで、お手軽に言いましょうね。どっちにしよう、エアコンガンガンなんで、スピード全然乗らねえし。食べない。一言もまだできねえな。そっか。あれだ。トメイクの位置を変えたんだ。しまった。ああ、ってことはちょっとまたこれ、考えないとねえな。そうね。ほとんどね、普段はね、カメラ毎日積んで走ってるわけじゃないですから、なんならカメラ積んでないことは、仕事で使ってるんでね、そうすると仕事で使ってるときはね、仕事の機材とかそういうのになっちゃうんで、今、暑さ対策でね、その手のやつをいろいろと持つ、ソーラースタービスとかね、そのあたりのやつとかでね、置いてたり、そういうのに使ってるんで、それでちょっと、そのストッパーに変えちゃったんだ。それで俺忘れてましたね。なんか変な格好が多くなってるのはそれです。すいません。それじゃあ、はい、西野が90分かかるの。ちょっとあれですね。どっかに住んでるんでしょうね。で、ここは、サービスエリア。サービスエリアのところと出口が一緒になってんだ。さっきのコーナーと同じような感じですね。ああ、工事渋滞ね。あらあら。とってもいいやつね。で、オートで、最初一番なんだ、オート。ああ、そうや、バーサス横回帰のね、インターシリーズのもね、やりたいなって言ってたんで。一瞬寄れる？これ一瞬っていう。
おお、すごい混んでる。うわね、昔寄ったことある。あるよな、あるわ。あ、でもあれか、動画投稿が開始する前か。面白い、もう面白いサービスでだね。だから撮れるかもしれない。こんな感じで。でかい、あっね、そこに止めるとちょっと遠いんですけど、ちょっと確認だけしたいね。トイレとかはいいんで、なんならそこにね、実はトイレもあるんですよね。あの広すぎてね、うん、ペット作っちゃったりするんで、それも面白いですけど、うん、大戸駅からの出てからの行き方を調べときたい。出口のところになんかすっげえ渋滞してんじゃん。いや、で出たら、あ、ゼゼのがち、ゼゼが近いんだ。ゼゼから電車乗っちゃおうかな。あー、浜松意外と遠いんだね。あ、そうか、JR の大津そんなに離れてないけど、琵琶湖浜松ってなるとちょっと遠いんだ。そうなんだ。まあ、この路線の位置関係は分かってなかったから。じゃあゼゼから乗ってみましょうかね、京阪ゼゼ。ゼゼの駅前にパーキングがあるんですけど、ああ、ありますね、ありますね。ああ、料金も24時間600円とかで全然いくらでもありそうなんで、ありだな。あ、JR ゼゼ駅を行こうかで、ご高車の場合、駐車料金100円という優待とかあるんですね。え、パーカーのライド優待、いいですね、こういうの。1号線沿いか、分かりやすいな。出て1号線に出たら右折では、ああ、ダメだ。そうっすね、56号降りてすぐのところを降りてすぐに行きゃいさそうっすね。よしよし、ちょっと5分ぐらいで髪取ってくれ、行こう。よし、そう、ってのもあれですよね、カバーオーズ前走った時に思ったんですが、車走りにくい。ちょっとね、走りにくいところだったんでね。うん。あ、電車で入ったこの面白そうだ。ちょっと京阪電車楽しませてもらいましょうよ。全然からだったら自分も楽しめるでしょ。よし。カバーオーズ駅もね、なんか独特っぽいですもんね。駅前の感じ見た感じでも十分独特ですからね。どの辺を攻めていこうと思いますよ。10分も寝てねえな、5分くらいか。あ、いいや、この差が大きいんですよ。さあ、行きましょうかね。でもここね、太い道ですけど、実は一方通行なんで、実は出るとき気をつけないといけないんですよね。ぐるっと回って、でこちら側に商業施設がいろいろありますよ。あ、ここはね、マクドやらいろいろとありますしね。一応、ここで周回して周回してたんですけど、こっち側にも一応あるんですよね。こっち側を埋まっとったらもうワンウェイなんで、はい、さようならってなっちゃうんでね。止めれたらめっちゃ近いですから、一応2台ですかね。広いサービスエリアですよね、ここは。で、ちなみに出るよ、あ、大丈夫ね、出口もありません、ね。よかったよかった。うん。で、ここから出口はこっちだと出口に出れるのか。そう、私は今回はこのまま大津から出るんですね。ここは高速からスッと出てくるんでね。あ、でも、そのまま。
まあ、黒ピューと丸感じになるはずなんでね、ちょっとね、気をつけるんだけどね。さっかーね、1270円、まあ、3000円に高速代金だけでもね、あっちの値段と変わらなくなってきてしまうんで、公共交通機関でもね、安くは進むんですよね。いかんせん暑すぎ。よし。こっちから切るね。おこれボールで、あと強制で下をくぐると、はいはい、けんだ甘くないね、ハイライト消した、はい、40キロ制限ね、はいはいはい、でザーッと下っていって、国道1号もチェックしておくよと。不審だよね、ここはちょっと不審でいいね、はい、元宮2丁目今時刻は9時30分ぐらい、うん、まあいい具合に切るんじゃない、うん、日中のくそ暑いところなんか涼しい施設で過ごそう。左折が広いんだね、ここ左折2車線あるじゃん、へー、高島とか高安道路の方に行く人が多いんですね。 Let's go、 だんだん、これで1号線か。で、草戸方面に行った方がいいか、先生は。あ、そこにももう、コインパーキング見えてる。ほんと近そうだな。先生は大津なんですね。確かに。まあ大津さんっていうのね。うん。へぇ。あれか。左折からはこっちに入れるけど、右折で、これ、左側からは入れないのかな。へぇ。な行動ね。すごいドキッな行動ですね。左折専用がついて、左折側の側道から入ってくる車はここで処理するんだ。で、次にこっちが通る場合。じゃなくて、ああ、青になるね。はいはい。で、青になるからどうでしょうって言うと、ここに交差点があるわけね。はい。交差点には気をつけて。はいはい。で、元宮一丁。あ、もうなんか、そこに付箋の走ってて、近そうね。大津市民病院行きましょ。あ、もうなんか駅前っぽいな。おお、ここ特売り171円ですよ。もう、あ、わずじゃん。はい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 。あ、
JR 全然駅前。もう全然駅前。もう駅前まっすぐじゃん。めっちゃいいじゃん、ここ。はい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 。しかも、この駅前での24時間600円安い。いいじゃないですか。あ、これか。行こうかで駐車場も100円オフになるしか。JR か。京阪だと対象にならないのかな。JR っていう手があるのか。あ、そうじゃん。だからいいプラン思いついたぞ。これで京阪で行くっしょ。京阪で行って山下で用事を済ませる。そこから地下鉄に乗る。京都市美術館にでも寄ってこよう。京都市民にでも寄って、あ、そこからも駅直結なんだ。え、めちゃくちゃ便利じゃん、この駐車場。だろ？で、帰りは JR 使おうよ。そうすれば、イコカで JR 使ったことになる。そうそう。で、CB からその特急エクスプレスのバスに乗って、京都に行き、京都から、京都線、東海道線ですね。東海道線で JR に乗って、イコカに乗って、ここに来れば、照明化の QED、OK。今、完璧なプランが立証できたね。うん。さあ、本当にそのプラン通りに行くのかどうかは山田さん次第ですけど。ああ、何して、気まぐれ山田さんですからね。さあ、まあ、何はともあれ、ちょっといいプランをもう思いついたんで、ちょっとあそこ行ってみましょう。まずはじゃあ、京阪のデポかな。さあ、行きましょう。何もしたってフラッと地図見てきましたけど、めっちゃ便利ですよ。もう駐車場利用の方はそこから直結のあれになってるんですね。ここ便利だわ。でもあ、そこがで、ここは新海所か通貨になった。おお、すでに30度ありそうになったね。で、京阪は、どれはどっちだった？これ、渡った向こうか、京阪は。よっしょ。あ、まあ、もう帰りに出やろうとかありましたね。よし。こんな感じなんや。マジか、そのまま改札なんだ。で、京阪電車は左って書いてた。で、あ、もう音楽系関連者の駅なんだ。よし、じゃあ、チャーシー乗ってこ。ちなみにどこまで行きたいんだったっけ。山下が240円か。から、山下は240円できるってね。安っ。浜大手乗り換えか。な。あ、あ、あ。よし。ほうほう。どっちや、浜大手方面こっちか。よく見てみると、めっちゃホーム狭いし、え、2両編成分なの？え、1両編成分めっちゃ短いのか。すげえな。
剣道中ってすっげえカーブのとこにあんねん。え、こんな。とてつもなくカーブのとこにあんねん。すごいね。へぇー。うわ。あ、しまった。キャラいないのか。あ、こんな感じか、こっちは。キーハンはいつも、清水工場からやたら使う人ですってね。しかもちゃんと分かってねえんだ。そっかそっか。キーハンですよ。で、石山ホームか。で、浜を、で、浜から、直接、そういうやつに乗ればいいのか。武士族こっちなんか。はぁ、あ、はぁはぁ。で、山科行きゃいいらしいんで。で、そっからどうしようかよね。東山まで行ったらあれか。美術館とか行くっていう手もあるし。うん。まあ、とりあえず山科から考えるか。はい、はい。あれ、あれ、これ。あるかな？電車が近づいてきました。ご注意ください。電車が近づいてきました。ご注意ください。え、その剣か。もう今降りてきたところでそのまま待っとったらあれが来るのかな。同じホームでやり取りしてるんですね。そうだ、山下方面をこっちで言うんだ。へぇー。しのみやってどこまで行くんや。で、ひいさんと、へぇー、こんな感じで、乗車部の周りになってますね。こっちの電車は、そんな小さい電車なんですね。へぇー。車道短いよね。18メートル車体かなんかか？なんかね。はい、四日市の人間なんで、ナローゲージ、ほらはちっちゃくないですけど、でも普通の列車比べると、東山線とかにも全然ちっちゃいような、名古屋の地下鉄の感じでしたね。へぇー、面白い。なんか結構くねくねした道を走ってくんで、結構これ、石山寺の方も乗り応えありそうですね。いいな。ちょっとまたこっちはこっちでまた聞きたいし、あとそっちの方はなんかもうなんか意味不明なね光景が見えてますからね。おかしいんですよね。本気っていう感じですらない。独特ですよね。前そっちの道を走ってなんじゃこいやってなってたとこですよね。うん。なんかしれっと向かってきてるぞ。しれっと来た。なんならさっき駅を出たのが51分発だったんで、10分以内でこの列車でもう行ってあれしてってくれて。あ、これは、出てから乗ってください。こんな感じに。あれで山下まで行けるのかな。よし。
へぇ、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 一番分の到着の電車は、京阪電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は篠宮行きです。まもなく発車いたします。 Thank you for using the State on Railway. This train is bound for 篠宮。失敗だ。あ、いや、いや、山城まで行こうと思ったけど、とりあえずやる。この列車は、篠宮行きです。次は、上竹町です。This train is bound for 篠宮。The next station is 上竹町。Station number OT35。こんにちは。さ、篠宮まで来ましたけど、これは篠宮止まりでこのまま終わりの。向こうに浜大津行きの列車が出て行って、なかなか独特な音楽なんですね。で、この列車が、あ、もうそのまんま、そのまんま、折り返して、みんな、折り返したら、さっきのあの真ん中のところに入ってくんだ。え？追いかけるように入ってくるの？なんだか、すごい運用だな。で、そこは？あ、あそこもなんか道あるの？ああやって、あそこが流点になっとって、で、まだ車庫がこっちにあるのか。ああ、おお、もう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 電車だと思った。すごい運用の仕方なんだな。あの列車は車庫に入るのかな。どっち、あそこ3番線があるから出るのか。どういうこと？鳴ってるけどこっちが鳴ってないってこと？そういうか？今度3番線の方に入るのかな？どういうこと？へぇ、あ、動き出してるわ。え、言い回しもなんか軽犯独特ですね。電車が到着しましたかって言い方が多いけど、近づいてもらいましたって珍しいです。で、ああ、やっぱりね、運転手二人でポンポーンと、スイッチバックさせちゃうんだ。はあ、誘致して、配送して、また奥の車庫に入れるような運用するのかな。不思議だ。へえ。で、
次の列車へ。何本で行くんだ。しまった。あんま見てなかった。本じゃのか。で、まとう方へは。三条県で、京都市役所前行き。もう一駅だけこれ入れたいのか。なるほどね。3分で。あ、じゃあ、今11分か。21分だからね。OK。ちょっとお寺に帰り取ろう。ここに行って。終了で返すんだ。へぇー。どこにしまうんだ。意外と車体がちっちゃいですね。だから、コンタクトが結構でかいのは、車体がちっちゃいですね。はい。この家庭とです。なんだこれスプリンクラーあるんやつ。言うとったら。次になってて。単純に、マウントでこの列車に乗ってくりゃよかったんだろうけど、まあ、ちょうどいいのが見れましたね。いいな。あ、降りた。あ、でも、スムーズでこれ乗ってきたったらね、見れませんでしたからね。よし。うわ、これ渦巻きたいにしました。これでいいや。よし。こんな感じでね。計算やましない。で、あのか。こっちは鉄道無視でやってんだ。で、JR。地下鉄の乗り場の方って言っとっけ。営業所は。こっち側から行った方のがいいかな。ありがとう。よいしょ。ここが。じゃあ、もうバッチ。え？冷凍苦情。苦情ネギ餃子なんてこんなとこ言ってんの。で、あ、じゃあ、こっちがもう駅前で。地下鉄駅があるはずなんだよ。あ、プレスネスバーだったら、こっちか。地下道、地下鉄、こっちか。で、あ、エスカレーター通過。京都はこっちか。どこで買うんや、これ。しない。フードショップとかもある。じゃあ、別にここから JR 乗れるんだから、さっきのプランで。山市ならこれ返してそのままっていう、お手軽プランもあるんだな。それだって狭いし。山下はその、地下鉄の直通駅なんだけど、地下鉄の駅は、別であるんだよね。同じ山下なんやけど、
これはどこどこですか。でも結構綺麗ね。山下って初めて来たけど。あ、涼しい。よいしょ。もうずっとここにいて、涼しい。さあ、旧三省通り方面、地下鉄で、定期券売り場って言ったよな。あ、あった、定期券売り場。こっち？そう、定期券売り場で、その手続きができるやつ。あ、ここか。はい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 、はい。なるほどね。よいしょ。ちょっとやってください。これのね、ペンってね。よいしょ。ということでね、手続き済ましてきましたけどね、まあ、あんまりない手続きみたいになる、ちょっとわざとしてましたけど、ただ、手続きとしては、今、ここで申請書書いてから、すぐに、はいよって言って、移行手続きがすぐにできるよっていうんじゃなくて、近鉄の Kips のデータを移した時と同じですね。ちょっと確認作業とかで、平日でないとちょっとできないらしいもんで、センターに持って行って、データセンターに持って行って、なんか、確認にして、っていう形らしいんで、一度ちょっと電話連絡入れて、みたいな感じらしいんで、よいしょ。明日以降になるよということなんで、今日はね、このですから、24時間チケットとかの IC ネットができないらしいんで、どうしようかなってことでね、なんか、ね、今、フラット見とったら、なんか結構、山科は山科でちょっと面白そうな、ちょっと駅前プラプラっとしながら考えようかなと。場合によっては別に山科からそのまますっと、JR でもう一回 JZ の方に出るっていう手もありますからね。よし。とにかくなんかいろいろありそうなんだよな。山科か山科で楽しそうだということで。また予定を切り替えて、ちょっと山科担保でもしようかな。どうせ、サブちゃんだしな。そこは無印が、無印の食品なんだ。そういうこと？そうなんだ。で、ニトリもあるんだ。面白い。ちょっと中入ってみようかな。さあ、ってことでやってきましたけどね、無印良品が、サンフラワーあるんですね。今、こんな昆布茶ですね。もうフードショップだっけ。まだ別にスーパーは入ってるんですね。ただ、スーパーは入ってるんですけど、もう無印良品で生鮮用品とかも売ってるんで、なかなかあれでしたね。おー、こっちがこっちがなんか綺麗になってんじゃん。動画中華食。800円。一駅買うだけで、こんなにリーズナブルな感じになるんですね。おしゃれ感はなくてますもんね。このあたりとかも。あ、ちなみに、なんかいろいろと気になっていろいろと買ってしまった結果、冷蔵品も入ってるんで、京都に行くのは、まあ、ここも京都しょ。ね、十分。山下だってね、京都ですからね。京都観光、京都観光。で、これ今日の時代設定ってのが出てますから。で、200円安いですね。ただ、急激に暑くはなってきてますからね。山科京子ですね。せっかくやったら、あ、ちなみに無印良品らしいなと思ったところ、まあ、いくつかあります。まあ無印良品のやつがね、いろいろとあるんですけど、なんか普段見ないようなやつもこんなの無印で売ってんだっていうのはね、いろいろとあったんですけど、冷凍食品とかもいろいろあったので気になったんですけど、さすがにね、ちょっと冷凍はね溶けちゃいますからね。ましてはこの真夏で、僕
さすがにそれはきついけど、ここ上なんだ。ここは、あ、今改装中なんだ。うん。これで山下が行くと、すごいですね。こういう感じなんですね。地上の方は。で、まあ、北海道になってるのは、カレー専門店なんかもある。あれが王将もありますね。やっぱ、人通り揃ってるし、ちょうどいいね。え、そっちに快活もあるんだ。ちょっと、こっから暑くなってきそうだし、そこの快活、あれあるかな？実はあるんだったら、そっちでもありだな。こっちか。しかないよな。え？どういうこと？ん？ん？細長すぎねえか。え、おや、奥に店舗が抜けてんだよな、さすがに。え？抜けてなかったらだって、キッチン以上だね。あのスペース。え？どういうことだ？いや、ここに買い方あるやし、ちょっと。とりあえず日中ここで。秘書するのも手だな。3階？よし。さてと。まあ。ちょいと仮眠も取って、やつとも進んでも5時過ぎかなっていうところなんでね。まあ、のんきに、そろそろ持ってくってこうかなと思ってますよ。で、帰りは言うとかね、JR でね、スッと行っちゃおうかなと。で、この部分さん、カウンター席しかなかったのか。いや、マジで。ちょっと来たの。ここは旧三条会館ですね。じゃなくてこっちね。ってことで、王将食ってきましたけど、びっくりした。いやー、細長いよなと思ってたんですよ。あ、でもなんか奥とね、建物と繋がっててね、奥にテーブル席とかあるのかなと思ったら、なんか本当にこの幅だけでやってるんですね。なのでね、カウンター席は実績だけっていう。いや、もうね、見てもらうしかない。本当何、角打ちスペースかぐらいの、いやー、よりも狭いんじゃねっていうぐらい、本当後ろ、一人がギリギリ通れるスペースがあって、もう、ストレートに、カウンター席があるだけっていう、あれですね。ただ、マジで、手際とかすごいわ、やっぱし。で、やっぱね、うめえ。やっぱ、餃子に来ると餃子うめえんだよな。なんなんだろうね、これ。いやー、ってことで、やってきたけど、
こういうとこだからか、仕事。そう、こっち側は、フレッシュネスバーが止まるし、いいのでなんですけど、まあ、あの一歩渡った瞬間に、あの、すげえ。俺が京都か。もうね、オペレーションも、こういうテーブル席、自由席で、テイクアウトとかも外にあってっていう。本当に、ザック音感のあるところでしたんで。もっと、あ、そこにあった。なるほど、なるほどな。こんな感じだよね、山市の方は。まあ、いろいろありますね。そう言われてみたら、ここも、そうだ。もう、今ね、京都市の山市中ですもんね。そうだ。うん。面白いなと、ここでか。どっか、こう、直接乗りするけど、駅はバラバラなんで、京阪と普通のところに行くと、こっちの方で乗るようになるしっていうことですね。結局、同じ路線になってくるので、これ。うん。多いね。さあ、ってことで。あ、餃子セットをね、食べてきましたけどね。いやー。いっか。とりあえず戻るか。うん。ツッコミどころ多すぎてね、ちょっとね、パッと駅前で入れるじゃない。このままね、駅前から山下駅乗って、行っちゃおう。ここ行っちゃうだけやとこ。うん。お客さんいっぱいだ。あ、これか。こんな感じで、先生ホームと分かれてるんですね。で、確か、あそこ新快速だとダメだったよな。あ、余裕座席止めるとかなんだろうね。うん。まあ、次の前原行きの普通でないとダメかな。じゃあ、まあ、のんびり待ちましょう。こっち側が普通線用になってるような感じの早くばいになってるんですね。これを取るように取ってるようですけど、全然声に乗らないですけどね。満足したら、こんな感じでいいです。This train consists of 8 cars. Boarding locations are indicated by and number 2 9. Please move to line to board the train. そかそか。焼きたてで分かれてるんですね。なるほどね。内側のこっちのやつは、そっちの方に行くし。で、一番外側からあれか。固定線の方にまた買ってくる。これ、こっちから入ってくる線路が奥にあるんですね。ちょっと見にくいけど。へぇー。面白いの駅も面白い構造ですね。そう考えると。静江さんも。まもなく3番乗り場に17時58分発通米原行きが8両で参ります。危ないですから黄色い電気ブロックまでお下がりしてください。3番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。
これがですね、ここはまた だいぶ前からな気もする。あの広島の感じで食らってみてよ、ね、これで全然まで行ったんやっけ。よし、なんかしょうか。さあ、ちょっと普通ですね、なってきました。一応ここはあの、快速は止まるみたいですね。ありがとうございます。オッケーで。さあ、ってことでね、終えてきたけど、ちょっとね。隣の方とね、話しとった一緒のデデで降りるのってことでね、ちょっといろいろ地元の話をね、聞かせてもらっとったりしとったんですけど。いや、でもこれ便利ですね。で、これで500円になるでしょ。これ運賃振らないやんって。で、反対側がこんな感じで。あ、こっちエレベーターがかけないよね。なるほどね。そう、確かに思うとね、あんまり駅前が、確かに浜本とかあっちの方ね、出たらあれでしたけど、うん、あ、釣り駅が来んだ。そうか、この時間帯は直通がありますもんね。うちも何回か乗ったことありましたけどね。これ実は JR 使ったんで、で、何だっけ、JR をイコカで使うと、ここで降りて、降りてイコカで降りたら、それでなんか、料金が安くなるってなっとったよな。どうやって安くなるんやろ。いやいろんな巡り合わせがあるもんですね。で、このまんま止めてた駐車場まで直結。これは便利だ。屋根もあるしね。駐車場も台数相当ありますもんね、これ。なんなら南口はほぼほぼこれのようにあるような感じか。まあ、1号線沿いにもいろいろ店はありますけど、一応、繁華街とかになってるのは北側なのかな。で、今どこに止めたっけ。まあ、てか、あとはちょっと車に乗って、もうこれで尽きれますか。これ、パワーパンガイドとしてはかなり優秀ですよ。まあ、それ利用する人も多いですよね、この駅を。よいしょ。まあ、ちょっと車に戻ってからゆっくり話しましょうか。よいしょ。どこだ、そこだ。よし。車の中は暑いね。ってことでね、戻ってきたんでね、まあ、どうせあまりちょっとね、話せる場所もなかった。結構ね、人も多かったんでね、まあ言うて、山下もね、京都ですからね。人が多くてね、わーっと話しなかったけど、どこら辺からかな。工程的に言うと、無印良品のやつがあったよっていうところでね、あそこの話とかも、なんか補足しといた方がいいかな。そう、無印良品が入ってたんですけど、地下がなんかデパ地下みたいな感じになっていて、3フロアあるんですね。で、1階に、雑貨類っていう感じかな。飲食類もあったけど、ドライ系のいわゆる、やつがありましたよって感じで、これはもうぬるいね。そう。で、2階か、一番上のフロアが、なんか衣類とかそういった感じの、ものが置いてありますよっていう感じで、なかなか
すごい充実だ。あの、ちょっと我々の知ってる無印良品の置いてあるものも、なんかアイテム数がすごい多かったんで、うん、特に生鮮系なんてなら、まず見かけないですから、珍しいと思ったけど、あんまり生鮮系買えないんでね、あれでしたけど、パーテロンちょっとね、あの、味噌汁系とか買いましたし、で、デリカでね、買ったのが、お弁当をね、買いましたよって。で、お弁当もね、すごいのがね、ご飯が4種類選べる。白米、普通の白米と、なんだったっけな、どっちか玄米にしたんですよ。玄米と、16穀米か、雑穀米と、で、あと、味ご飯。料金は変わるんですけど、カスタムできるようになっていて、どうするかなと思った。要は、あの、桃太郎スタイルですね。あの、こっちで言う。あの、店員さんに、すいません、じゃあ、玄米でお願いしますって言った店員さんが、その場でパパパパーと、出来たての熱々のご飯を、他のご飯を詰めてくれて、その場で、値段ダメ、人によって値段が変わる値段を、つけて、はい、どうぞっていう形で、960円ぐらいから、ちょっとお値段はね、普通のスーパーと比べると、あれかなって感じ。丼物460円とかに置いてあったんで、ベランポに高い、高級スーパーっていう感じじゃないですか。なんか、ザ・無印って感じですよね。うん。品質のいいものの包みで、その、なんていうの、なんか、クオリティ、質の高い、ナチュラル系のもので、このお値段できますよっていう魅力。うん、だから、激安スーパーと比べたら当然、さすがにお値段の差はありますけど、普通のスーパーと同じような価格で売ってるんですよ。うん。一般的なスーパー、イオンとかとはそんなに変わらないじゃないっていうぐらいのお値段で、無印が売ってるんで、うん。これは良かったですね。で、こと何買ったっけ？あ、これ好きだね。大盛りから来たんていうの好きなんで買いましたよって。これで、あと、うちあるの、フィッパンテープ見かけたことなかったら買ってみたけど、クリームシチュー。美山牛乳。というのがあるんですね。他にもね、これは、これはでも常温でいいらしいんでね。これはサンフーズさん。もうこれもビアンマ牛乳のなんかコーンポタージュで300円ぐらいだったかな。ですからね。うん。激安コーンポタージュと比べたらあれですと、高級コーンポタージュと比べて、浅くまでと同じぐらいの値段って考えると、これで、ね、うんとね、味が見ると、まあ、無印ってね、やってるやつなんで、まあ、味は大丈夫だと思うんでね、ちょっとね、それまたも楽しみにしながらね。うん。またなんかで、山田出していこうと思います。あとは酒も売ってるんですね。酒も売ってたら、これはちょっとまた帰ってから開封して写真載せとくかな。これがね、なんとかっけな、クラフトビールだっけ、あ、じゃなくてね、ビールじゃなくて、サワー系になってきた。で、地サワーで、これが、地酒ですね。地酒があったんで、なんとかっけな、ちょっと、これだ、エイ君っていうね、いや、緑色のね、なんかね、これも何、土地元らしいんでね、ちょっとね、買ってみましたよ、ということでございます。京都も言うてね、歴史ある街なんでね、こういったもの。でも、これは、日本酒が1300円、1400円ぐらいだったんで、普通の、まあ、ね、地酒のお値段ですからね、いいですよ。京都な、長いことね、京都のね、ブランドになるとね、急にね、まんの数変わっちゃいますからね、あれなんですけど、そんなたりとかはね、良さげだったんで、ちょっと買ってみました。外し旅とかって言いますけど、こういったちょっと外れたところでね、行くっていうの楽しいですね。いいですね。でね、あとはね、坊主って売ってたんで、坊サバ寿司ですね、売ってたんで、はい、それを買って、途中で寄ってた、海角クラブで実はちょっとね、途中昼飯いただきましたけどね。いやー、よかった、よかった。まあ、海角でね、ちょっと休んで、まあ、温度計、近辺の温度計みたいな、37度、なんかね、すごい温度になってたみたいですよ。こちらの方は、温度が、現在地が、ここ36度までだったらしいですけど、京都がね、ついに39度だったらしいです。これ、予想が明日39度。京都は今日はね、37度ですね。そうですね、37度ということでね、人の体温より高い温度でね、動き回るもんじゃね、おとなしくちょっと、秘書の方に回って、そこでね、買ってきて食べたりとかして、
っていう感じでですね、ちょっと休んで、まあ、でも夜勤なんでね、ちょっとあの時間、さすがにちょっと眠くなってきたんでね、今、完全に夜型のシフトのあれになってるので、うん。なんで、こっからまあ、ちょっと、席を取り戻した山田さんがね、まあ、まつぼつぼつと会議は喋りながら、いつもね、最近ね、結構ね、あの帰り道は思いつきてることが多いんで、まあ今回思いつきることなくね、行けるようにということでね、行ってみたいと思いますと。あとは何だったっけ、あ、ここ別にひじめなんでね、ずっと喋っとるんでね。あとは気になったところっていうと、面白かったところは、快活クラブまでだったんですけど、やっぱあの豪商すごいっすね。いやー、あれって、どうなの？あ、全国最小店舗だったりするのかな？あれよりちっちゃいとこあるの？だってテーブルゼロのカウンター席10個だけよ。うん。もう一列にカウンター席がシャって並んどって。うん。で、その、なんていうの？向かい側にガーッとキッチンがあるというのでもなく、それだけの幅がない。端っこの方、その幅すらないんで、本当にあの、席と通路分のスペースしかないんで、そこのところでね、スッと入ってていう感じ、なんですけど、ですから、なんかね、なんて、駅側の方、山下の駅側の方は風カウンターになっとって、反対側の方ね、駅じゃない側の方に、なんかキッチンとかがあって、キッチンがちょっと、限界超えてきた分をちょっとカウンター席をはみ出してきて、そこの部分はあの一般的なカウンターの感じですね。お客あの向かい側から水とかポーンと触れるような感じになっていてっていうすごい構造だから、奥の次のところに行くときはその手前のところからちょっと抜けて、裏後ろ回ってパンとオーダー取りに行くとかだったんで、でも手前側の方に座ったんですけど、多分一番手前側は開けといた方がいいかなと思って、やっぱ釜当たっとって、そこのところに持ち帰りのやつをストックしとくコーナーみたいなのが、後々出来上がってきたら、危ない危ない、こっちに、は、使っとかんでよかったな、っていう感じでしたけど。いやー、コーナーとかもすごい。だから、店員さんはないですよ。もう、やっぱ地元のね、あの、駅前のね、土地元の方なんでしょうね、って方がね、めちゃくちゃ多いの、ね、もう慣れたもんでね、すごい、あの、ここは多分ね、王将レベル相当高い人たちの集まりですよ。あれなんかもやってましたね、あの、入ってきたお客さんがね、パッと見て、あの、焼き場って言ったのがね、あの、餃子焼くところがね、焼きが始まるよって感じだったもんで、あの、オーダー取りに来る前に先に、ジャスト一人前、あの、流しといて、通しといて、って言って、そのまま席に座っていて、その上を聞いたから、通しますって言った時にはもう、その、餃子3個、ぴょんと入れて、もう、いけるようになって、っていうわけよさね。すごいですね。ですし、あとは、電話問い合わせが来とったんですけど、こんな問い合わせあるのかと思いましたけど、あの、そちらのお店って、なんかテーブル席はありますかみたいな問い合わせが来たみたいな。あ、すいません。うちテーブル席がないんです。質問してる内容も質問してる内容だし、餃子の王将にテーブル席はありますかって聞くことないじゃないですか。聞くのも聞くのだし、で、答える方も、すいません。テーブル席はありませんっていうね。そんな、あるんだね。そういう店舗が。ですから、本当漢字で言ったら、どこが伝わりやすい名古屋の人に。大隣の店舗よりも全然ちっちゃいですよ。全然ちっちゃい。で、イメージでいくと、広さの感じは、吉野家あるじゃないですか。名駅の駅近の吉野家。あそこカウンターだけずらーってこの字になるんですよ。あのこの字の、を一直線にして、あれでもそっちの方が広いな。ああ、奥の厨房もあっちの方が広いな。どこだ？あとね、上の、すみよしじゃなかった、きしめん屋さん、駅中にあるきしめん屋さん、立ち食いそばの。そう、立ち食いそばの感じよ、もう。あれが、しかも、この字にすらなれずに、横一線になっていてっていう。その間の隙間とかになんか厨房があって、そこで、なんか、の奥のところに焼き場とか、揚げ場とか、もう、本当、すごい。最小単位って感じで組んであってね、うちがよく行くところは大黒さんとかも相当あの狭いスペースで作ってあるイメージですけど、でもテーブル席ありますしね、オーストの大黒だったら。キッチンのなんか回し方は
あそこよりも少し広いけど、揚げ場とかそういったの細かいのがある分、だ欧州の設備が一式ありますからね、うん、餃子焼く機械とかもありますから、うん、その分だけね、あのちょっとあのまたあのそれがギュッと詰まってるね、すごい我々、ね、見ておいた方がいい、うん、だし、なんか飲食のね、オペレーションのね、色が全部詰まってるような感じだったんでね、ああ、すげえなーって。で、焼いてる人とか、調理してる人とか、窓開けて、窓開けたとこにテイクアウトのお客さんがいて、オーダーも取ってっていう、すごい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 、なかなかすごい、あれでしたね。ああ、でも、やっぱ全然料理はうまいし、うまい。いやー、さすが。京都の王将って早いちゃんと早かった、さすが京都の王将って言って、いやー、美味しくいただきましたよと、いうことでございました。で、あとは、ね、王将で食べて、サバ寿司もね、食べたんで、ね、うまかった、めちゃくちゃサバでかい、身厚なサバで、ね、写真撮ってあるのがね、出てるから出してあったのわかるんですけど、こんな感じでね、山田さんだと早送りピューって3秒ぐらいにまとめちゃうんで、ゆっくりして写したやつ出しときましょうか。こんな感じでね、むっとほら、めちゃくちゃ昆布もしっかりあって、うん。で、なんかもう、サバぎっちりですよ。ご飯もびっちり、めちゃくちゃ食べ応えが1130円、半分見だかったんですけど1130円、いやいいですよ、うん、食べ方しかでありいいので美味しくいただきましたという感じでございました。ね、今回総じて言うとね、なんやかんや、なんか900円の弁当買ってみたり、1100円のね、その棒寿司を買ってみたりだとか、してたんですけど、いや結果コスパはいいよ、これよかったよ、すごくよかったよし、満足できたし、めちゃくちゃいい駐車場を見つけたし、うん、で大津の駅前よりやっぱこっちの方が近くあるぐらいだし、やっぱ山下とか出たものがいろいろありますしね。で、さっきの山下の駅からが、これくらいだったっけな、ゼゼから山下から200円なんですよ。あっちが240円だっけ、40円差なんですけど、こっち200円でね、2駅で着くんで、各駅で2駅で着くんで、早い。これは早い。ってことですけど、それはね、電車まで、京阪の電車は電車ですごく乗り応えがありましたし、楽しかったんで、でも全然、あれはあれで全然ありですね。うん。山下の駅の構造が面白いですよね。京阪と、あれが走って、違う。地下鉄で走ってって言ったら、まあまあよくある都市の、ね、郊外の駅なのかな、でも3線交わってるし重要だよねぐらいなんですけどね、そのうちの3線がね、直通乗りで何も列車がその同じ駅に入っていくやつのはずなのに、別々の駅にあるっていう、なんだなー、あそこ大田川の要塞用もよっぽど厄介ですよ、うん、よっぽど駅の時刻表とかね覚えてないと、うん、今日この後の電車先に来るのは暑だなって、そっちの駅の方に向かっていかないといけませんからね、同じ駅同じ行き先なのにそれもなかなか面白いで、まあ地下鉄と京阪はちょっと離れてますからね、うん、地上にある駅と地下の駅でね、ちょっと離れてますからね、これはねなかなか熟練のか試したら、山下楽しいな、ちょっと面白いな、ちょっとまた攻略してみたいなと思いました。なんか気になる店もカレー屋さんとかもありましたしね、気になったところなんで、今日はねまあねちょっといろいろ買ったんでね、これで、よしにしとこうかなというところでございます。あとはまあ何かあったらカメラを回していこうかなぐらいですね、のテンションでいこうかなと思ってます。ちなみに加藤茶がねモリンガ茶って、モリンガって何か分からないんだけど、香ばしくて優しい甘みのインド産モリンガを使いました、モリンガというのがね、もう有名でね、インド産のものを使ってますよとかいう説明でしたが、モリンガって何なの分かんないけどね、めちゃくちゃ優しくて美味しい味、黒豆茶とかあっちの方の感じも、飲み口の感じはジャスミンティーと黒豆茶をの中間みたいな感じのね、独特の風味があるの。でもね、そんなね、なんて言うの、ジャスミンよりも口当たり柔らかいです、黒豆茶みたいな感じでね、うん、カフェインは入ってないらしいんですけど、うん、意外と飲み口はしっかりとお茶系のさっぱり感があって、これうまいっすよ、うん、うん、
ちょっと口の中を通せばね、あの風味がしっかりと口の中に残るんで、お塩いただきます。ということでね、まあ、飲みながら、カフェインは摂取できないみたいなんですけど、帰りはぼちぼちと下道で走りながら、行こうと思います。ということでね、さーてと、ということで、なんだったっけ、あ、そうだな、違う。今から乗る電車で乗るわけじゃないからね。あ、そうだ。あと、駐車券と、イコカを用意しとかないといけないのかな？うん。なんか割引になるらしいんでね。よし。すごいですよ。200円乗って、100円割引になるんですよ。だから、700円ね。そう。600、200で800か700円になります。全然ありだね。それ、これありだね。今後のプランに入ってくるよ、これは。かなり候補として。うん。京都に出るのも、220くらいで行けるはずですからね。山下から京都に出る。ここから京都って行ける？いくら？いくら？出てからじゃなくて、出てから、京都駅は、240円だもん。ありだよ。ありだよ。これだから100円引いたら140。あ、まあまあまあ、往復だと480円の380円ですけど、50円引きで190円って考えたら、やはりだね。ありだね。京都のど真ん中、ど真ん中って八条ですけどね。うん、あっちの感じです。で、多分二条とか、あっちの五所の方とかに出るんであれば、乗り換えの兼ね合いとかも考えると、京阪の方のが有利になってくるのかな。料金はそこまで変わらないのかもしれない。あそこも乗り入れのところが値段が上がるはずなんで、って考えたりなんですけど、いや、とはいえね、よかったですね。で、あとはそのチケットだけね。チケット。なんやかんやいろいろ買ってたんだな。あれどこ行く？あ、これね。タイムズのチケットを、こんな感じの駐車券になってるんで、これと、イコカがあればいいらしいんで、まあ、イコカね。申請したけど、まだね、メンバー使えてないですけど、っていうことなんで、これでね、ちょっと行ってみようと思いますよ。で、近いうちにその特急列車も乗ってみて、お盆の時期とか混みそうだけど、ちょっと、どっかで、暇見て一回また来ましょう。暑くなったからかもしれないけど、ね、さーてと、ってことで、じゃあ、帰っていこうかな。話したいことも一通り話した気がする。あ、じゃあ、ミカヘリ、ちょっと、覚えたと話しとったのあれですね。結構電車が積んでまして、普通電車に、ね、乗ってて。で、今日、私が山科から乗ってたんで、で、臨時席みたいなのあるんですよ。JR 西日本ね、入り口側に。混雑時とかは、ここを倒して、補助席みたいにして使ってくださいねって言われて、そこで座っとったんですね。うん。で、座っとったら、ちょうど、大手駅からおばあちゃんが乗ってきたら、どうぞどうぞってね、譲ってはったんですけど。で、言うようなんで、ちょっと話しとって、私も隣に降りるんですよ、みたいな感じで、ね。あれ、地元の人かなって感じだったのは、そうですよね、地元じゃないんで、そうそうそう。で、っていう話をしておってね、ちょっと地元のことを教えてるものだって、っていうので、やっぱ車が社会みたいですね、こっちの方も。うん。で、やっぱ地元の人も、やはりそう思ってるんだなと思ったのが、うん。まあ、言ってもスーパーってあるのはね、平和道だばっかしやし、っていう。やっぱ、そうやね。平和道ばっかしよね。そうそう。まあ、平和道ちょっと買ってもいいですけどね、山田ではもうしたいですし、うん。夕飯を買ってくっていうのは定義なんでね。つうか、あるの？他にスーパーってあるの？このあたりって。一応チェーン店検索をつけてみよう。スーパーマーケットの、このあたりに、平和堂以外のスーパーマーケットってあるの？コープ、滋賀、コープか、平和堂、フレスコがあるんだ。フレスコ、業務スーパー、松屋スーパーって行ったことない。気になる。1号線沿い簡単に行ける。車で10分もかからない間に平和道があるけど、平和道は嫌ということに行ったことない。
あー行ってみるか。松屋スーパーね、聞いたことねえわ。へえ。飛行船沿いだし、ちょっととりあえずそこに行ってみて、夕飯確保。さっきのところだとね、餃子定食、餃子じゃない。あれにしましたよね。チャーハン定食にしたんでね。まあ、まだ弁当行くぐらい食えますからね。もう一発山田だとってもいいし、まあ、帰ってからで食べるようにしてもいいですしね。どっちでもいいんでね。そんな感じで行こうと思います。あちなみになんかね、あそこのお店、オリジナルメニューないのかなと思ったんですけど、なんかね、おつまみ系のやつがなんかあるみたいでね、なんかキュウリの、なんか、漬物じゃなくて、なんか書いてありましてね、あえ物みたいなのが書いてあって。比較的、やっぱ、ポンと来て、先をキュッて飲んでくっていう感じのお客さんも結構いるみたいですね。駅前のところがね、駅で帰ってきてから、まあ、ちょっと一杯引っ掛けて、お家までっていう感じのね。まあ、そこからバスに乗ってとかいろいろあるんでしょうね。うん。公共交通機関で移動するような感じでしたからね、街の感じは。そういう感じなんです。結構楽しめそうだったし、なんかいろいろ山科のあたりで、いろいろとあるみたいですからね、いろいろと楽しいなという感じで。いや、いいね。ここ、山品を攻略していくっていうのもありかって気がしてたな。うん。っていう感じで、見てきました。まあ、逆にこっちの大津の方もね、またちょっと、魔法大津のあたりとかね、あのあたりとかもしっかりと攻略もしてみたいですしね。あの線路は、ちょっと一回乗り通したい。楽しい。なんだあれ。乗ったのは、だから、その、京都ゼゼ、京阪ゼゼから、キュッと、浜大津まで行って、浜大津へ乗り換えて、どうでしたっけ、九条じゃない、久野市のか、あたりまで行って、大垣があったりですもんね、から、そう、大垣駅っていうのもあそこにも一緒の。で、まあ、一回そこは間違えちゃったりみたいですけどね、歩き回るのにはね、ちょっとね、暑すぎるんでね。で、なんだったっけ。で、乗り換えてでしたけど、なぁ、ぎゅっと詰まってましたからね。あそこの線路もすごいですね。本当に、よくあんなところに線路敷いたねっていうところばっかしだよ。あの4、5駅間ぐらいの間に、よくこんなところに、線路敷いたねってドキュメント化されるところがあっちこっちにありますからね。すごいわ。あれ楽しい。撮ってみる。うん。鼻に飛び出したなんて、もう、アトラクション状態よ、本当に。もう、ギュンギュン、すっごいやん。ね、山入り組んだところ走ってくるわ、と思ったら、ね、路面電車、路面電車みたいになるのかなと思ったら、あれ結構もう、普通に本当に路面電車みたいに、道路の間ずっと走ってくるんですね。うん。走ってくし、ってなるし、なんかエクストリーム、ね、展開で、ね、車庫にも入っていくし、いや、楽しい。サブちゃんにしては相当取れちゃったんだよね。あれ、危うくない人だけど、もうさすがにサブちゃんにとか、うん。ちょっと楽しかったね。サブちゃんだからちょっと強い気がするな。って感じで、まあ、帰っていったら、こっからまたグダグダトークするんで、これでサブちゃんですから。任せてください。周りの景色とか周りの人たちにはね、すごく助けられるんですけど、私のトークはいかんせんね、メインになった瞬間にね、加工時確定ですからね。さあ、こっから、サブちゃん用のグダグダトークをしてきたからね、戻っていきたいと思います。ね、10年目、もうすぐ活動15周年とか言ってる、もうすぐ16年目選手なのに、何なんでしょうね、このカメラの位置の固定すらまともにできないというね、低たらくはね、どうだ、俺。ボタン間違えて押しとるし。よし。さあ、あとはね、100円引きがちゃんと できるかですよ。それは大事ですからね。その100円大きいですからね。ドケチですからね、山田さんは。そう。お？あ、間違えた。一周してくることはどうかな、うん、わかんないや。こっちから出るんだよね。大丈夫ですね。
て。あ、そう、こいつらね、バンバン電車プロは、それ東海道線の大動脈のところですかね。で、よいしょ。おー、はいはいはい。どうやったらいいの？はい、まず、駐車券を入れます。あ、ファイブライザー。あ、優待ボタンってのがあるな。これで交通系をタッチすると、割引ができて、で、別途現金とかでの支払いも OK なんだ。まあ、もう今回このまま交通券貼っときましょう。便利だ。便利で、便利とは。あ、こっから出るんだ。よし。よし、証も発行できたね。で、無事進行完了。へぇ。てっきり、支払いは絶対、いくからでないとダメだから、そうじゃなくて、優待サービス利用しますかみたいなボタンがあって、はいを押すと、いくかをタッチしたら、そこで料金が決済されるじゃなくて、30、100円引きがまずそこになされてっていうことで、無事、ちゃんと、ほら、500円になってる。やったー。すごい親切設計ですね。さあ、じゃあ、ぼちぼちと戻ってきましょう。でもこの価格大丈夫かな？ちゃんと取れてる？あんこめちゃくちゃ空映してね。なんだこれ。ダメじゃね？これ、意外と引いたりもと、いい声になるんじゃね？あ、この価格でどうよ。で、スタート直後にガッチャーンってなったりしてね。今は回転のドラムなんだ。なるほどね。はい、なんかね。ライライテーもありますね。まあ、ライライテーもこうなったかお膝元ですからね。イエーイ。いやあ、で、ここにもあるんだ。600円。こっちはパーク&ライドはないの？なくて遠いんじゃあ、さっきのところのが優勢かな？まあ、ここも入り口は相当近いですけどね。いや、これは便利だね。正直、この近さでこの価格、お値段、駅前でっていうのはなかなかないぞ。うん。まあ、いくらその京都の都心から離れてるところとはいえね。うん、ここは天一ですね。うん。天一もありますね。不条が丘。いい響きですね。なんか、途上が丘みたいでいいですね。寸胴屋、佐賀町、ピザハットがあって、ラクタフレンドもあった。まあ、やっと横でありますからね、平和堂は。で、ここにも紹介ありますと。いや、でかいですね。もう、カウンター10席のところを見た後だと、めちゃめちゃでかいわ。うん。もう縦も横も、まあ、でかい。うん。すごい。大型店舗だよ、もうこれ。いやいや、普通にでけえな、これ。あ、いや、いや、違う、違う。目の錯覚ででかく見えるやつで、あの店舗でけえな。うん。でかい、本当にでかいわ。で、そこなんだ、桃太郎の。お好み焼き屋さんが。そう、実はね、そのコスパ的なところで言うとね、滋賀は郊外でいろんなものがありますね。お、いいですね。で、松屋もあって。富士見台。
それとは松屋スーパー、へえ。どっから入れる？あ、そっから入った方がよかったかな。あ、出口専用ではダメじゃ。右折進入危険ですって言われちゃった。うん、どっかで折り返すしかないね、これ。これは大手に入ってきたのにダメだね。あ、ちなみにすごいのが、まあ、四日市もね、それなりにマッチなということでね。で、あともうこっから四日市で案内出るんですね。80度が遠いな。よし、やっぱさっきのスーパーで休んでこいよ。うん、よし、これは何、通れか、でかっ。あ、それはでかいですね。で、これが石山ステーション。石山寺ですね。おら、ここも。セルフで172ですよ。アップねー。よく155円で売ってんだよ、四日市。四日市怖くなってきたよ。すげえな。まあ、確かに会員割引とか使ったとはいえ、155円ってすげえな。20円近い差ですもんね。一回ちょっとボリューム上がろうか。あ、そうか。こっち側に来ると逆転してるんですね、京阪の電車が。ああ、バス、タクシー、待機じゃないか。広っ。でも乗り場じゃないんですね。へえ。なんか乗り場みたいなとかもあるけど。まあそこ前、昔はあそこ乗り場にして一台的な感じだったのかもしれませんけどね。まあ、この間のところにいろんなバスが来てるんですね。まあ。っていうのが便利そうですね。石山もいる、あ、宮本のやつもあるんだ。最近使い数を減らしてましたけど。おお。あ、もう、旧廃品。あ、で、筆算、なんで読んだの？すごい。筆算？お？あれ、ここは平和のだ。で、これは京阪じゃ、こっちの方は、おぉ、6時間999。990円。全然より全然高い。どういうことだ？餃子製作所とかも。え？ 24 時間1100円。いや、めちゃくちゃ高いじゃん、こっちの方が。石山の方が高いんだ。こっちはなんだけど意外だった。そうなんだ。へぇ。鳥居川、これで、やっぱ移動線を持ってきた感じかな。じゃあ、これをちょっとまた分かって。今度こそさっきの松屋スーパーに入りましょうよ。あ、全然1号線じゃなかった。全然1号線じゃなかった。ああ。あそこか。いや、そこもラーメン屋さん。湯のマークがあって、このところに。
温泉湧いてた、この中に。それがザ・銭湯かな？残ってんのかな？ああ、でもそっか、東レの工場とかの工場界は案外残りやすいですかね。あれこれ1号店じゃない？これまだ1号店じゃないね。石山湯？ねえ、教えて。どうやったら1号線に戻れるの？え、そんなによく言ってた？これは？あれ嵐小学校？知らない小学校が出てきたよ。で、とんでもね、急坂出てきたよ。あれね、あれね。え？七五線くらいそんなにかかる？南消防署。やっぱり、線路渡っちゃったよ。厳重案かと。さすがにちょっと席聞くにはちょっともう時間がね。あれ自分せんと思ったらこれ、名神高速だお。しかも名神高速大渋滞してるお。何事、まあ、この時間ならそっか。あるか。待って。待って待って。これあれか。大津インターの、入る手前とかから見てた団地かな？だと。だと、と思うよ。なんか、こんなところに、よろず屋さんがある。何よろず屋？よろず屋？なんだ。駅前の、店の面のさに、もう何屋さんか想像がつかんかったっけど、よろず屋さんってな、なんなんだ、あれ、うわぁ、で、これで現状は、石山寺の方に行っちゃってるね、まあ。今から現状屋に行く気はさすがにないけど、これはとりあえず、折れるか。それこそ新山田では行ってもどうにもなんないしね。どうしてどうしてそんなところに行ってるの？国一に行きたいだけなの？松屋に行きたいだけなの？そう。さっぱりわからないところに出てきてるよ。なんだこれは。観光バス駐車場とかあるな。あれ嵐が、聖徳太子、大使だ、聖徳太子よね。これは、これはどっかで折り返せないときっといけないだろう。で、現状は多分この時間からはとてもじゃないけどいけない感じだろう。松尾芭蕉ゆかり、何聖徳太子と松尾芭蕉、ダブルで来てんの？強いところ二つ来たね。うん。で、向けも走ってる。
か。これはなんかとんでもない道間違いをしてる気がするぞ。おかしいな、おかしいな。曲がってみようか。うん、何なんだこれ、どうなってんだこの道と、迷子の迷子のおじさんだ。おー、よし、ここなら展開ができるはずだ。できなかった。よし、戻ろう。確実にこの山の縁に住宅地ができていて、ただただの黒工事だね。うん、だからもうここでロータリー、あ、バス停になってんだ。へぇ、あー、ここに2丁目ってなってるけど、もう全くわかんない。もう全くわかんない。とりあえず戻ってくぞ。戻ってくぞ。ここはどうなってんだこれ。どこがどうなってんだ。いや、多分さっきの曲がったのがダメだったね、やっぱし。あれ、直進でリカバリーできたんじゃないかな。いや、わかる。みんなの言いたいことわかる。どっかの方に止めて地図を見ろ。Google さん頼れよと。きっと思っていることでしょう。だが、しかしね、まあね、止まってね。見てるなんてね、このいつ絶対道迷ってるじゃん。この、カメラ回してるし、絶対 YouTube とかやってる人でしょうが、このとこ道迷ってプンプンプンみたいになっちゃうんですからね。それよくない。それはよくない。こういう時、だいたいベストアンサーになってるのは、だいたいいつも、なんか地元の人に道とか聞いて、全然逆でしたっていうものはめちゃくちゃあるけど。いや、ここはいけるいけるいける。大丈夫、大丈夫。あれじゃね、あそこまた行ってきたね。まだね、言うてね、京都に来てますよって言ってね、あれしましたけど、大津でパーカルライドしたっていうのもありますし、なんなら大津までってそんなに遠くないんで、実はまだね、メーターね、1メモリも減ってないですからね。すげえ、まだ1メモリも減ってねえじゃん。いやいやいや。全然いける、全然いける。おー、そこをそう曲がっていくんだ。あ、そこは信号の手前なんだ。おー。エクストリーム。エクストリームだよ、これ結構。ほほー。あと意外と京都なんかもですね、走ってくる車。まあ、うん。大津国郵便。お、一号線。お、あ、じゃない、これ名神高速だ。で、これで名神高速渡れないと。
渡れないと困るでないと。でも冷静に考えてみると、そういえばさ、1号線渡ってもらったら、名神が走ってるってことは、1号線渡ってるってことだ。冷静に思い出してみよう。さっきの道さ、途中でさ、交差点あった？こっち側に入る。いや、ない。なかったよね。っていうことは、素直に、最初の交差点のところ、あっちまで戻っちゃった方が早いのかもよ。どこで戻ったんだろうね、1号線。どうやって戻ったの？ねえ、誰か教えて。誰か教えてよ。この道どうなってんの？で、曲がってもいけそうじゃね。どうだろう。これなら曲がってもいけそうな気がする。ピアノ教室のマルシきっと大丈夫だ。このピアノ教室の交差点できっと岸挽回が岸挽回岸改正か、狙いのはずだと知ったかな、知ったかな、どう見ても知った匂いしかしねえ。うん、生活応答のためってなってるね。いやー、おとなしく入らない方が良さそうね。道迷ってるな。あー、ダメだ、もうどん時だ。何これ。よし。離合注意ってなってね。はい、おっしゃ、おとなしく私は。はい。うん。本日2回目の U ターンを折り返しを決め込むのであります。では終わる。これ完全に地元の人用の道だ。ダメだ。そっちの道もダメだ。よし。こっちの道に。いや、もし、おとなしく直進したけばよかった。うん。あかんやつやった。マジ、地方線に出る術はないのね。意外と要塞行動ですよね。いやー、でも大丈夫。今俺の胃腸ではあの餃子の王将の餃子パワーが今ね猛威を振るってきてるはずですから、今もう消化がね一通り進んで、今まさに私の小腸に餃子のエナジーが吸収されようとしているはずだ。うん。信号機あり注意。信号機あるところに国道あり。きっとこの道の先に国道があるはずだ。本当いつ乗り越えたの？国道。ねえ、教えてよ。今の行きたっぽくね。あ、その若葉台交差点、これはいけるっぽくね。これはいけるんじゃね。いけたんじゃね。どう？え、30キロ制限になった。え、嘘。こんにゃ、しょんな。無慈悲な。いや、大丈夫そうじゃね？富士見小学校、富士見。富士見ってさっきあったよね。さっきあったね、交差点に富士見。ってことは、まだ、うん。リカバリ効くよ。これワンチャンスあるんじゃないですか？フレンドマークのあたりに出るんじゃないですかね。どうですかね。もう十分迷いました。十分カメラ回しました。十分撮り高割りました。だからおとなしく
松屋さんでしたっけ、行かせてもらって大丈夫ですよ。はい。もう大丈夫。鳥高の神様。あとは松屋のね、美味しそうなお弁当でも買って、惣菜でも買ってね、それでまた山田だってやったら、でも十分鳥高ですので、はい。いかがですかね、こんなもんで、売ってみませんか、どうすか。寿司富士。富士富士地方だから。かな、セブンイレブン出てきた。いや、いけそうな気がするぞ。あ、おし、これはね、日々、地元の人についていくパターンで行きたいところがあったけど。え、あれ、わかった。いやー、左なの。え、右っぽくね。右っぽくね。今の右っぽかったな。あ、いや、松屋スーパー出た。ああ、正解だった。ありがとう。地元の人についてくパターン。いやー、松屋スーパーのお客様だった。ありがとうございます。私も松屋生態をやらせていただきます。よかったー。今地元の人を、あやぶね、あれ、何左折行って、もしや挽回するぞって戻ってたら、またそのままもう、しっこいってた、二つあたりで絶望してたのかもしれない。そう考えると、よかった。駐車場狭いね。え、なんだ、行数目の前なんだ。ごめんよかな。駐車場今度にし。これ難しいのはね、駐車場はこれこういう状態混んでるなんですよね。渋滞みたいに縦に繋がっているような感じが積んでるな気がする。なんだろうこの使い分けの違いの差は。よくわからないけど、とりあえず松屋スーパー寄ってこうと思います。ああ、やった。着いた。さあ、というわけでね、買ってきましたけどね。いやぁ、何やかいっぱい買っちゃったね。気になる商品がいろいろとあったんだね。買ってきましたよ。まあ、また食べたい、食べながらなんか、レビュー入れるのかな。ちょっとここで食べるのあれかなと思ったんでね。また帰り道どうっていうので、ちょっとなんか今日小休憩した時にでもね、食べて、レビュー入れていこうかなと思ってますけど。お弁当とかも結構、そういうとこも良くてね、松屋スーパーさんね。って感じでございましたよ。そうそうそう、やっぱね、新来たらね、どめだ、待ってんのか。赤いキッチンとかもね、調達してきましたし、いい買い物ができましたね。さあ、もんで、ね、これ出口が、そこの出口は左折専用だから、こっち側に出れないし、いろいろと制約あるみたいなんでね、ちょっとそのあたりを買い取りながら出てかないといけないみたいなんで、どうも前さっき入ってきたところに戻って出てくのがベストみたいですね。まあそういう感じで行こうかなと思います。さてと、まあでもスーパー全体としてはね、ちゃんとお値打ちなものもいっぱいありますし、特売系でね、しっかりと、価格差を作ってっていう感じでね、やってるし、日光ではね、もち豚の取り扱いがあったのっていう人がして、ね、鶏肉も結構ちゃんとブランド通りとかも入れてっていう感じで、かなり品質で、その、結構どっちかというと、味系とかそっちの方とかをしっかりと意識した感じのラインナップになってるんじゃないかなという感じでございましたね。もち豚だったら久しぶりだったね。ちょっともち豚買っちゃったんでね、これも今日中に頑張って買わないといけないんですけど、さあ、まあまあ、もう日も落ちたんで大丈夫だと思います。こっからはね、エアコンガンガンかけてね、今日たち向かってきましたね。まあ、あれだったら保冷剤代わりに寝ないね、かけててもいいですけど、あれだけちょっと気になったんで、あれだけのとこかな。よいしょ、エクリアだけ。じゃあ、お前、もう見ちゃって、あ、どういうこと？違う、エクリアじゃない、たこ焼きソースや、イカリのとかやつです。意外と、いや、イカリになると、なんか四日市の方だと売ってないじゃないですか。ね、不思議なもんでね。エクレアコっていや。
海道産肉で頑張ってね、ここで食べていこうかなと思います。ちなみにこれ京都配で79円でしたからね、安っ。いや、この子自体ない方ですね。うん。の。ああ、ごちそうさまでした。ということでね、さあ、ぼちぼちと帰っていこうかなと思います。どうしようかな、やっぱ高速使おうかな。高速の誘惑、なんか勝てなさそうな気がするんだよな。言うても8時ですからね。うん。言うていい時間なんでね。まあ、ぼちぼちと帰っていこうかなと思いますよ。出口はさっきのところに戻ってた方がいいみたいなんでね。そんな感じで戻っていこうと思います。さあ。じゃあ、ぼちぼち行きますか。持ってくれ。これ刺したらいいんだね。どう？さあ、山本の方に刺したらいいか。どう？よくならない。あんま変わんね。これいけ、これできるじゃね。浅はかかな？浅はかかな？あ、こいつでいけるんじゃね。今買ってきたクリップなんですけど、単純にね、これ作ってるところがね、伊賀のね、山田科学さんってなってたんでね。よいしょ。寄ってみる、これ。山田科学さんってなってたんで、伊賀の山田さんって書いたらね、いや、買うきゃねえだろうって思ってね、特に何に使おうかなって、思いつかずに買ったんですけど、これ待って、これいいんじゃね？え？嘘？え？これ救世主になるか？これ、かかってきてるから、これ。これ挟んだって、後ろに持ってっちゃって、あ、これでどう？これ？あ、ね、どういう状況かっていうと、写真撮ったの使うかな。こんな感じでね。よいしょ。カメラの後ろにね、さっき買ったクリップをつけて、で、ここで、見えるかな。消しゴムで、サイド固定してっていう感じで、やってみました。これいけるんじゃね？これ、画期的な発明をしたかもしれないぞ。これ、山田科学やっぱすげえかもしんねえ。え、嘘？こんな画期、これで本当に当てにして取れるようになったらもう、山田科学革命だよ。山田の革命だよ、これ。いけるのかな？とりあえず行ってみましょう。出口は結局、こっちなのかな？だからそこの手前から、折れて行った方のが良さそうなのかな。なんかね、人の出入りがこっち側が激しいんでね、真正面がね。そう。右折したればもうすぐ、あれなんですけど、いや、これ、ダメか。直接事故に出るのか。ダサくだった。だーれー。でもまあ、でもこれで、ね、ここで任せて。で、ここは業務スーパーがあるんですね。あ、ちょっと様子を見たかったか。まあいいや。で、これ曲がったら、さっきの元のところに戻るでしょ。で、さっきのセブンイレブンが出てきて、ほう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 。
で、セブンイレブンで聞いて、いけるんじゃないか、これ、クイッチに。そう、これいけるんじゃないか、クイッチに。ちなみに固定は、全然できてるとこ、ああ、全然頑張ってる方向。ああ。あ、これで刻一気に出る？これちょうど東レの工場を左手で挟み込むような形で、いや、挟み込めてない。これ反対側も通れだ。ああ、すげえ。できる。全然挟み込めてなかった。でかかった、通れ。ああ。工場敷地内じゃなくて両端が工場なんだ。ここは工場なんですね。すげえでかっ。まあコンビナートの中配ってたんで、それはもちろんね、あの製油所はね、大京さんとか、小石さんとかね、三菱ケミカルさんとかね、まあもちろんでかかったですけど、いやでも、すごいな、やっぱ工場でこの大きさは。うん。これは？こっちでいいのかな？なんか地獄線に出れる機会がしない。全然出れる気配なくなってきたけど、大丈夫かな、これ。あれれ？なぜ1、5000円で入れた？それでどうなってんだ、この辺りの道は。え、まだ1、5000円じゃねえんだ。これ1個線出れるのかな。すごいな。違う、これさっきの駅前の方じゃない、仕切りの。駅前に出ちゃってる、出るこれ。ダメだねこれ。もうこれどっちだ？あれ、ぐるぐる回りすぎてわからなくなった。え？待てよ。
多分右。うわ、でもこれ国一なのか、鶴本浪士な駅前、あ、そんな近くか、あ、でもそっか、うん、土曜夜市、17時から22時。夜市。うん。どこでやってんの？全然わかんないけど。とにかく人通り多いね。一号線だー。うーん。いや、もう頂点、箱がかかるんですね。なるほどね。よし、よっかって方面出たぞ。全然よっかって帰れるぞ。なんか向こうの方向いてるけど、なんやかんや、その向きで安定するんだな。なんなんだ。なんなんだ、それは。応援に丁目、応援なんだ、この辺りも。いや、さすがにあれですね。クーラーに気分が良くなってきたんで、もうマックスじゃなくても、だいぶいい感じになってきましたね。城もすごいところに作ってるんで。もうちょっと変な交差点なんですね。そう。まあ、それで行くんだけど。例えばお酒の方がいいか、そうか、お、いいんだね、え、これいいんだね、奥まで差し込んで乗っけて、お、これでいけるんじゃね、ついに、いや、このクリップが想像以上の効果を発揮しているかもしれない。あ、3点ある。3点美味しいですよね。カツ屋3点なかなか。なかなか対策的にはなるじゃないですかね。クラッチね。なるほどね。いいですね。何回ちゃんとありますもんね、ここら辺の国域。そういう。あれも2つ入ってんのかな、大井4丁目、大井武蔵どっちなのか。いや、まだ大津なのかな。あ、なんか案内出てきた。あ、これ草津田の上インターの案内なんだ。草津田の上インター入る前に。あ、一回入っちゃうか。これ今日フードスタイル、あ、ダイエーのね、はい、それが、おー、そこのロース、これ本当にこれでいけんの、
あとピザハット多いですね、こっち。滋賀って。三重はね、完全停滞しちゃったんでな、作業機もトントン見なくなっちゃいましたけど。ピザーダが通っていく。ピザハットの前はピザーダが通っていく。これですね。四回転もすっかりドミノのね、ドミノ戦略でドミノってますからね。あ、ピザーダと青キーズも残ってはいるか。ね、ですけどね。お、出てきた。瀬田東、瀬田西。でも、KG5、新名神は、あれ昨日が良かったのかな ?4 日行ってたら何出てたな。でもあれ多分、あれだよね。結局、席の峠を越え、頑張って越えてね、パターンですもんね。しかももう夜の。あー、フォレオか。ここってあれですよね。多分、この前、オームキャンプを食べに行ったとこっすよね。滋賀名物、オームキャンプの店が、確かここにテナントで入ってて、寄ったような記憶はあるな。なんかチラッと見てね。うん。エナジーは名刺に近いよね。あ、多分そうだ、合ってるわ。ちょっと見覚えがある。で、名神も左となってますね。おう、あ、サトシだ。はは。どうやって入ったもんかな。でも案内で出てる人入れるんでしょうね、どっかで。本当にジャンクションのところから入ってくるのかな。ほう、クスだったらサービスエリアだったりかな。200m 先の施設、あ、右手がじゃなくダメだったな。はい、はい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 、こっから入るんだ。へえ。暗っ。え、本当に高速入り口だよこれ。
入りそう。入りかね。で、亀山方面は、一回これ合流するんだ。おー、このまま、あ、はい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 。左側に入れるね。静かに行きましょうね。はいはい。100メートル先を、左にね。はいはい。なかなか急ね。はいはいはい。おお。なかなかすごい行動ですね。ね、ぐるぐるついて、おらおらおら、そしたら、ここから、おお、そっちに曲がる。S 字カーブなんだ。ええー。ああ。S 字になってる。おかれよ。さあ、合流したんで、ここから、名古屋は104位というと、もうちょっと近いですね。石垣の現地。で、お三車線になるよ。広崎三車線。もうちょっとだよ。ポジションにしたね。ああ、霧も出るってよ。わー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 。凍結も防止するらしいよ。高いとこ走ってますからね、これ。おー、肩もすごくなるし、うわー、登ってるんだよ。登ってるよ。あー、価格、あ、いや、意外といけそうだな、これ。おー、これいけそうだな。安心した。眠気が襲ってくるよ、やべえ。なんてこった。いやー、これみんな口までは来たけどね。ああ、三車線になった。あばれ、みんな。ふぅ。ね、ぐちぐち、ぼうち、いい、マルチ抜かしてってくれ。山田さん、それなりに、もう、体力来てる。やっぱし、ちょっと快活で休んだだけでは、完全復活は無理だったのだ。ああ、ええわな。
このバイクだとどれぐらい切れてるでしょうね。相当バイクのすごいです。コンテナってすごい音が響きません。しかも長いトンネルなんで音が抜けないですからね。いや、見口まで持たねえから。またしたもこうなんで。一回休憩挟むか。言ってね。さあ、動物獣が出た。でも言ってるうちに、江南のパーキングエリアじゃないかな。信楽のファインターか、あれだから、もう中先か。うん。あ、ちなみにさっきはね、みなくち言っとったけど、土山っすよね。何言ってんだ俺、お前、やばいや、これ、まずいか。早めに休憩取ろう。何言ってんだ俺。みなくちってずっと言ってたね。なんで皆口と土屋もごちゃごちゃになってもうダメだ。これちょっと頭あんまり回ってねえぞ。それ多分。まずい。早急に。だいぶ車の量多いですね。これは、疲れが一層。来ません。あとあれか。エクレー食ったか、血糖値スパイスが来てるか、これ。あ、やべえ。これ血糖値スパイス来てるかもな。ヨカチジャンクションまで45分、そんなにしてないよー。ほぐ、土山まで15分。コーナー5分が限界だね。で、コーナーがパーキングエリアあるもんね。そこだ。ダメだ。コーナー4曲、津山18曲、19曲ちょっと見ていかない。ちょっとコーナーで1曲も。よし、コーナー看板で頑張る。よし、でも見えてきた。あ、もうすぐそこだ。よし、そこまで頑張る。よし、いや、これはね、休もう。また放難会って言われそうですけども、いい。本当は、どうせなら、会を別に土山の方に寄って、みたいな感じもね、こうでもいいときは、いや。うめえ、それ。東にはこちらを歩いた方がいいですよ。まあ、ゆかちしくんでてはる。300メートル。見えた。よし。
休め。それよりも、本体も疲れが来てるで。えぇ、ー、へぇ。FTP、へぇ。ホームラン。出口は曲がる。ピーヘイまっすぐ。ソロモンピーヘイ。俺たちのピーヘイ。パーキングエリア利用者はいたよ。出られません。ここで言われてもっていうところですよね。こっち側、こっち側でこんな感じと、こっち側は前に来たことがある気もするけど、とりあえず白つけて、よし、ちょっと寝る。ああ、どうせバイトも閉まってますもんね。よし、あれギリ開いてる口までか。じゃあちょっとチラッと寄ってこようかな。分かった、9時まで開いてたんでギリギリ間に滑り込みましたね。ちょっとお土産物も軽く買ってね。よしよし、ではちょっと休んでから再出発。でもビアメープっていうか、なんか一緒な気もするけど、チーズボーとかも取ったんでね。どっちで作ってる？あ、やっぱ三重だ。めちゃくちゃ三重県のやつ買っちゃったけど。あとは、なんか信楽名物とか、ちらっと買いました。よっしゃ。おはようございます。さあ。何やかんやで30分ぐらい寝たのかな。さあリスタートしてですけど、まあもうこっからは特に喋ることもないでしょうから、もう音楽かけて、うん、そうだこれだけ、お茶だけで、そういえばね買ったのがね、見てて、これ玄米茶なんですね。その地元のやつ、これ福岡の玄米茶ってどこで作ってるんでしょうね。地元っぽいかな。あ、みなくきってなってますね。トイレだけ行っとくか。トイレだけ行って、もう一踏ん張り走っていきましょう。さあ、コーヒーも買って。あれですか、多分ここで、一回閉めときましょうかね。まあ、こんな感じで、まあ、何かあったら追加で、会えると思いますけど、まあ、一応多分ここで終わると思うんで。そうか、実験、確認しないといけないから、これやめなかな。また、8月末のやつに入ってるのかな。どういう感じになってるかわかりませんけど。まあ、もし8月末に入ってたら、すごくギュッと詰まったかなっていうのを覚えてるとは思いますけど。まあ、そんな感じでね。まあ、いろんな形でね、また今後もね、16年目。多分16年目にはもう入ってるはずなんで、15周年ね、迎えた、このね、スターステージもね、また、スターステール自体は15年で聞かないんだ。スターステールは、今24年目だから、23周年なんでね、今24年目なんで、ですので、動画投稿の方はね、15周年。まあ今後もね、また、どんなんや、なんやねんこれみたいなね、動画もいっぱいあると思いますけど、とにかくいろんなね、数でね、いろいろと訴求していこうかなと、16年目もね、ガンガンと訴求していきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただこうと思います。前に来ちゃった。話してる場合じゃなかったね。いや、まあ、ゆっくりしながら行きましょう。どうせね、明日夜勤なんで、別に、これね、日勤だったらね、おいおい、明日仕事やのにお前宴会ってなりますけど、別にね、明日夜勤なんでね。そしてこの後もずっと起きてますんで、ぼちぼちギラギラ帰っていこうと思います。ということで、この動画これぐらい締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
カフェオレ梅。ミルクありの、砂糖なしにできるのがいいですよね。このやつは。以上です。ご視聴ありがとうございました。